はい、ということで僕のプレゼンを始めていきたいと思います。まあシンプルに映画の紹介、もうね、はい、さらっと紹介してもさらっと終わります。お願いします。プレゼンターのルイセン・ヨワシのいきたいと思います。今回は普通の名前なんで、あ、普通とはということでいきたいと思います。プレゼンの概要いきたいと思います。まあ、シンプル、もうこれだけ、しかも2個、奇跡2個、まさかの2個で、この4つにちょっと入る前に問題ですと。僕が最近たくさん泣いた出来事があります。何でしょう、何をした、いや何を見たか。見た、初めてのお使い、鬼滅の刃、映画なんですね。あ、もうそれだけなんです。でもまあ映画を見て泣きましたと。でも結構最近、で、まあ、ここからさっき言ってたあの中身に入っていくんですけど、まあ、このプレゼン、こういう映画のプレゼンするよみたいな決まって、まあ、何紹介しようかなみたいな、めちゃくちゃ迷ったんですよ。で、考えた時に僕が見た映画の中で、まあ、この2つはいいなみたいな、なんか浮かんで、まあ、そこには結構共通点がありました、まあ、それがさっき挙げた奇跡。これね、まあちょっとね予測ついてると思うんですよ。まあ、なぜなら2人にちょっと話したから、でその映画というのがこの2つですね。ああ、前言ってた、はい、7番棒の奇跡で、下知ってる、 5% の奇跡、知らない話したけどな気まずいな、内容聞けば分かるんだ。そうで、1個目が、7番棒の奇跡と、でまあ何を僕が学んだかというと、まあ、親子の愛ですね。まあ、僕、あれなんですよ、母親に育てられて、まあ、父親いないんですけど、まあ、それもこうちょっと来るというか、それもこう実感しながら、まあ、これは父親の話なんですけど、そういうのも加味してこう見て、あ、感動できるなみたいな物語なんですけど、じゃあどんな内容かっていうと、まあ内容というかちょっと外部的な部分から触れていくんですけど、まあ、公開されたのは2014年、だから前回ちょっと紹介した時に最近流行ってんじゃねみたいな言い方したんですけど、全然昔の映画で、まあ、そんなに昔、あのフォレスト・ガンプほど昔であれ、まあ、こういうサプライズもね、あ、ちょっと雰囲気が、はい、まあ、そういうあのホラー映画となっております。現象かでは2014年の、まあ、韓国の映画になってます。で、監督はあの超有名なイ・ファンギョン監督なんですけど、知らんな、これ僕も、あ、知らんなと思って、他に何作ってんだろうって考えてみたら、はい、あの奇跡のジョッキーっていう映画を作ってて、知らんな、あ、奇跡って、奇跡っていうワード入ってると思ってびっくりしたんですけど、まあ、ぜひ、ね、イ・ファンギョン監督の映画をね見ていただいて、で、まあ、Amazon とか Netflix で、まあ、見れる映画となっています、で、まあ、レビューをこうちょこちょこ見てたんですけど、まあ、どのサイトでも割と4前後ぐらいを、まあ、4を超えてるか、作品となってて、まあ、他の人の評価も高いと、で、まあ、泣いたっていうレビューがすごく多い作品になってますね。賞でいうと、まあ、韓国のアカデミー賞、まあ、僕ちょっとよくわかんないですけど、を4部門受賞していて、で韓国の中で歴代の興行収入が3位の映画となってます。まあ、実際なんか泣ける映画ですよって言われて見た映画で泣けたことはあんまないですけど、あんまないね。そう、なんかこらえちゃうというか、あ、どうせ泣けるんだろうみたいなので見ちゃうけど、泣かせるのに抗いたい。そう、これはわかんないです、2人はどんな目線で、まあね、もし見たとして見るかわかんないですけど、これは泣けるんじゃないかなというような作品になってます。で、まあ、どんな内容かっていうと、前回ねちょろっと話しちゃったんですけど、障害を持つパパの話ですね。だそのお父さん自身が障害を持っていると、でそのお父さんの、知的年齢、脳みその年齢は、はいはい、まあ、6歳ぐらいしかないですよっていう、で、まあ、シンプルに言うと冤罪にあってしまう話なんですけど、まあ、このパパはシングルファザーで、まあ、娘がいるんですよ。まあ、そこもちょっとなんか重なる部分があるんですけど、そう、娘がいて、で、まあ、娘にランドセルを買ってあげたいと、最初の段階でね、娘が6歳で、まあ、そろそろ小学校に上がるからランドセルを買ってあげたいと、で、まあ、娘はもうセーラームーンが大好きなんです、みんなと一緒、セーラームーンがめちゃめちゃ好きで、
そう、まあ、セーラームーン踊っちゃうほどなんですけど、まあ、そのめっちゃ好きや。そのセーラームーンがついたランドセルがこうショップに売ってるんですよ、うん、だからもう毎日2人でこう見てセーラームーン踊ってみたいな、日々を繰り返してて、でそんな日々の中で、先にランドセルを買われてしまうんですよ。なんか偉そうなやつが来て、こっちょよみたいな、はいはいはい、こっちょよみたいな感じで買ってって、で、まあ、パパはすごい素直で、うん、まあ、ちょっと障害をね持ってるんで、うんうん、俺のだみたいな、俺のランドセルだみたいな感じでことに言って、うるせえっつって殴られるんですよ。わそう、まあ、そんなこと言われたらね、なんだこいつってなるじゃない、うんうん、でそのままランドセルは買われていってしまう。うわ、買ってる側からしたらそう、いや、なんかちょっと気持ち悪いみたいな。聞いた聞いた。で、まあ、時はちょっとこう流れて、うん、そのたまたまそのランドセルを買った少女に出会うんですよ。まあ、その、はい、買った人は家族で来てて、パパがこう連絡って、まあ、そこは一件落着みたいな、はい、感じになって、でその後こうたまたまそのランドセルを買った少女に会って、うん、で、まあ、ちょっと喋ってる中で、あ、このランドセル別のところにも売ってるよみたいな感じで、え、そうなのみたいな感じでこう結構ついてっちゃうんですよ。で、ついてった時に、まあ、時はこう冬、はい、その季節で言うと冬だったんで、はい、こう地面が凍ってて、その少女が転んじゃうんですね、はい、でも頭から転んで血だらだらみたいな、はい、周り誰もいないみたいな、うん、で、ってなった時に、まあ、焦るじゃないですか。でこの、主人公は結構記憶力がいいんで、うん、昔習ったこうどうやって人を助けるかみたいなのを生かして、はいはい、こう心臓マッサージしたり、うん、血液がこうきれいに循環するようにこう服を脱がしたりとか、はい、でこう人工呼吸をしてるっていう時にこう人に見られちゃうんですね。ねえって感じなんですけど、でそれを見たら、まあ、多分僕らもあれみたいな、まあ、何してんだろうみたいな感じになって、誰かって呼ばれてこうまあ捕まってしまった、うん、まあ、それがさっき言った冤罪みたいな形になるんですけど、うん、そっから始まっていく、うん、っていうような感じです。で、まあ、ここからちょっと深い人物紹介みたいな入るんですけど、うんうん、まあ、深くもないか、これが主人公の四角君ですね。で、まあ、主人公でありパパであると、まあ、さっき説明した通りですね。で知能、知的年齢は6歳と、で一生懸命働いてるよっていう感じで捕まっちゃいますと、うん、で、次は娘、かわいい、めちゃめちゃかわいい、まあ、イエスン、もう忘れられないイエスンっていう名前なんですけど、うん、まあこうちっちゃい頃の時とこうでっかくなった時がこう両方出てきて、はいはい、まあ行ったり来たりするみたいな感じなんですけど、はい、どっちもかわいい、かわいい、確かに。でこのパクシネ、名前聞いたことないですかね、なんか聞いたことある、イケメンですねに出てたこう有名な、まあ、女優さんだったら、うん、で、まあ、どっちも可愛いと、うん、かわいい、めちゃめちゃ可愛いですね、もう好きです僕はイエスのやつは。で、他にも人物がたくさんいるんですけど、愉快な仲間たち左から左から、暴力団員のヤンアタリアのソジーさん、夫婦釣りのポンシクさん、これ貫通のマンボウ、あの不倫みたいな、あで詐欺師のチュノがいるんですけど、オールスター、そうオールスター、もう犯罪者のオールスター、ほぼドリフ、そうで、まあ、7万本あの刑務所の中がこう、うん、1,2,3,4,5,6 人で過ごすみたいな感じでこう愉快な仲間たちがいますと、うん、ですごくまあ大事な人物、次大事な人物なんですけど、課長の、うん、いや、そうちょっと、うん、もう課長、課長、あの一番偉い人じゃなくてその下のこうその刑務所を、うん、なんだまとめる、取りまとめる人、はいはい、で最初はこう何お前感じやってんだよこの野郎みたいな、何やってんだお前みたいな感じなんだけど、こうさっき言ったこう素直な主人公の一面を見て、うん、あれこいつ犯罪できるのかなみたいな、はいはい、でもこう一番偉い人の娘が死んでるみたいな、うん、っていうこう狭間を揺れ動く、確かに結構大事な言いにくい人物ですね、うん、で、まあ、これで人物紹介は終わりなんですけど、うん、次に見どころ、かわいい、これ1個目がこの笑いと涙の反復横跳び、おすごいです、あの感動できるだけじゃなくて、まあ、感動できる作品だったらいっぱいあるんですけど、うん、きちんとこう笑いも取ってくると、でこの笑いを取ってくるのが基本的にこのメンバーなんですけど、絶対このメンバー、なるほど、もうおもろいもんね、そうっていう笑いもこうあって、なるほど、あ面白いシーンだと思ったらすぐにこう泣けるシーンが、いやうわーみたいな揺さぶってくる、もうグワングワンさせられちゃうという感じですね、うん、でもう一個はもう
まあ、さっきから、ね、ずっと言ってるんですけども、イエスさんかわいいな。かわいい。どんぐらいかわいいかって。こんぐらいかわいい。かわいい。えぐい。真ん中の今のイエス。本当だか。かわいい。かわいい。ちょっとね、泣いてるんですけどね。もうめちゃめちゃかわいい。うわちょっと、やばいかもしれない。そう。この2つの見どころを、ぜひ。で、かわいい人が、まあ、いっぱい出てくるんですよ。あの、まあ、もちろんイエスもかわいいんですけど、うん、あの、まあ、大人になったイエス。うん、あのこの人、この実物じゃなくて、さっき言ったパクシネさんとか、はいはい、うん、あとそのお父さんが捕まってるんで、その中、託児所みたいなところに連れてかれるんですけど、うん、そこ の, あのなんだ見てくれる先生みたいな人もめちゃめちゃ可愛いと、うん、なので、可愛い人が大好きな人、ぜひ見てください見ますという感じです、うん、まあ、次が 5% 奇跡と、うん、でこれ学んだことは努力です。努力、まあ、僕は大好きなのは努力なんですけど、まあ、主人公は高校卒業ほやほやの主人公なんですよね、うん、でまあ、青年、うん、まあ、ほやほや、まあ、青年、うん、ほやほや、まあ、なんかみあの想像すると高校卒業したてみたいな感じじゃなくて、意外と、まあ、これなんですけど、まあ、ちょっと青年っぽいですね。まあ、確かに。そう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 っていう感じで、まあ、成績がすごく優秀なんですけど、先天的な病気で、まあ、目が全然見えなくなっちゃう。うわ、知ってるのこれ、うん、で多分俺が何回か説明してるっていうのもあるかもしれないけど、うん、で、まあ、視力の 95% を失うと。悪い。もう見えないどころじゃ、目が悪いどころじゃなくて、もう水の中にあの顔突っ込んでるぐらいぼやぼやして、確かに、まあ、明るいとか暗いとかしか分かんないぐらいの視力、はいはいはい、でこの主人公は、まあ、ホテルマン、うん、優秀な5つ星のホテルマンになるっていうのが夢だったんですけど、うん、まあ、目が見えないんでむずいっすよ、ね、むずい。でまあ卒業したてでこういろんなとこにこう面接のこう連絡みたいな、うん、受けさせてくださいみたいな、素直に、まあ、僕目見えないんですけどみたいな感じで送るんですけど、まあ、もちろん無理って言われてしまうと、まあ、で無理だからあの嘘ついちゃう、はい、うん、嘘ついちゃう、見えるよ私見えるよ目見えるよみたいな感じで送ったら、まああの研修ぐらいは受けに来ていいよみたいな感じで、はいはい、実際に研修を受けに行くと。それは気になるっていう感じです。で、まあ、その中で研修をしていく中でいろんな人と出会っていくっていう感じですね、うん、でこれもあの実話なんですよ、これ結構ガチな実話で、しかもその当人本人は15年間ぐらいはバレずに本当に働いてる、うん、すごそう、めちゃめちゃすごい話でも努力、友情、勝利、あ、ほぼジャンプです。ジャンプに乗せても人気になれるぐらいの作品っていう感じですね。で、さっきちょろっと見せちゃったんですけど、まあ、主人公がサリーサリー見えなそう。そう、もう絶対見えないね、こんなこんなことしない、本当見えないよ、もうめちゃくちゃ努力の鬼ですと、まあ、僕努力大好きなんですけど、うん、こいつにはかなわないなって思うぐらい努力の鬼ですと。で、まあ、想像してみてほしいんですけど、もう 95% 目が見えない中で、うん、ホテルも、まあ、バイトでも仕事でもいいんですけど、やったらどうしますか。もうベッドメイクじゃしてくださいみたいに言われたときに、ああ、ああ、ってなっちゃう。じゃあ次料理作ってみる。ああ、指切っちゃうよみたいになっちゃう。で、まあ、普通に料理するっていうのもあるし、料理を運ぶのもあるんですよ。うん、このグラスとか皿とかいっぱいある中でこうやって運ぶみたいな。いや、勘弁してくれ。っていうのをまあどうしますかっていう、それをまあ努力で解決していく主人公ですね。で、まあ、主人公には友達がいるんですけど、これはマックスですね。うん、藤森慎吾だと思ってくれれば大丈夫です。もうチャラい、で、まあ、すごくいいやつなんですよ、うん、で実家が、飲食店を経営していて、まあ、料理とかこうテーブルマナーみたいなにはやたら詳しいと、うん、でもすごいやる気がなくて、まあ、適当にこう研修、あ、家計的にこう研修を受けなきゃいけないから今回来ましたみたいな感じ、はいはい、でどんぐらいチャラいかっていうと、まあ、研修中にこうベッドメイクとかいろんな部屋をしていく中で、まあ、もちろんそのまま泊まってる人もいるんですけど、うん、その泊まってる人とやっちゃうぐらい、いやーマックスやらなセックス、うん、で、まあ、もちろん女性も出てきます、うん、でこの人はあの配達業者として出てくる、まあ、なんか食料とか荷物とかを運んできて、うん、でその時にこう喋っていく中で、まあ、めっちゃいい人みたいな感じになって、これはもう子供をさらうシーンですね。そんなに、そう、あ、触っちゃうみたいなシーンです。で、まあこういうこの女性と、まあ、目が見えないっていうことを確か隠してるんですよね、うんうん、でその中でどうなっていくかみたいな感じです。
で、最後にめっちゃ嫌なやつじゃないですか。これもう見た感じ、これなんて言ってると思います？ゴキブリついてんじゃん。ゴキブリついてない。 95% 失ってても気づくゴキブリは。おい、ホコリついてんぞ。はい、もう何回も何回もあグラス磨き足りないねみたいな、うん、もうめちゃくちゃ言ってくる、すげえ嫌なやつ。嫌なやつはもう嫌な眉毛してるの。そう、嫌な髪型ですよね、完全に。嫌だなって、グラスつけたら嫌だなって。まあこんな感じの人物たちで、お送りする映画となっております、はい、で、まあ、見どころですね、鬼クソ努力、もうさっきから何回も言ってるんですけども、鬼クソ努力が見れると、うん、まあもうこれまで努力してきた人だったらなんかわかると思うんですけど、なんかさっきのあの、じゃあこの鬼教官に、まあ、めっちゃ怒りついてるよって言われても取れてるかわかんないですよね、うん、どうやって解決すると思います？音なんですよ。へぇー。チーンって言って、かっこよ。これ取れてるみたいな。っていうのをずっとこう聞き分けるみたいな。すげえ。ってぐらい、まあ他にもめっちゃあるんです。じゃあベッドメイク、どうやって努力してやるのみたいな。では、運ぶのどうすんのみたいな。っていうのを一個一個めちゃくちゃ努力して解決するみたいな。コウモリかな。そう。え、コウモリ？音で、ごめんなさい、ピンとこないやつで。もうコウモリなんですよ。割と王道。映画みたいな、割とストーリーっぽく、はいはい、最初うまくいってうまくいかなくて、はいはい、なってるんですけど、まあ、それを込みで見てもあいいなと思う映画となっております。で、結論、映画っていいな、うわ、まとめてきた、感動したいとか、努力今していてなかなかうまくいかないっていう人は、うん、で感動したい人は前半の映画を見て、あ、努力まだ足りてねえなと思う人は後半の映画を見て、うん、すごい気持ちになって2つの奇跡を見てほしいと思いました。ありがとうございました。総評をお願いいたします。総評か、いや総評むずっ。これどっちがいいとかじゃないかな、うん、確かに優劣もないですもん、うん、まあ、なんか新てかまあ僕もまあよく映画を見る方で、まあ、映画って一つ一つ学びがあるものだと思っているので、うん、でもやっぱその中でも今日紹介してもらった3つは特に人生変わるレベルで学びがあるんじゃないかなって思いました。素晴らしいプレゼンでした。しゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。誰に